Oi.
nani? Huh? Oi. Huh?
おい、そこのあんた。何しに来た？この辺で筋もんにのまさる店はないよ。橘不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが。あんた、また東上界の若い衆か。いや、そうじゃない。よく言うな。あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。
俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らは心の店をゴミとしか思ってないんだろうが。俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したじゃ、俺ら殺すしかねえぞ。俺は立花不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな。お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ。 少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺はあの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だって。そうん、連中も違う。あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守る。なんだと。そうでしょう、小田さん。 どうも誰かと思えばスナック。なかなか信じてもらえねえが、今は堅気だ。前は堂島組にいたがな。堂島組かよ。登場会の中でもよりによって。俺は組を破門されたみだ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる。 あんたらの社長から手を。あ、あんだ桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ社長。わかりました。じゃあそのように。 社長はなんつって。うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、分かった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは。ま、 一応ね、社長の方針がある。方針？この辺の土地は神室町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、俺たちみてえの新参者。さっきのビルの時と。墓場ビル？<笑>あそこの連中は所詮流れさも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから因果応報ってやつだよ。 ま、俺は社長のポリシーに従って。それでもあんたらには。俺は小田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場で、あんた結局どうするんだ。ああ、あった。